車ぐらいで乗ってる時に二号さんの車来たの、うんうんうん、ね、二号さん来て二号さんの車が後ろ開いてファレルが乗ってた、うん、うわっファレルだと思ったんだけど、うん、一個いいですか、はい、ジョージさんには何回かお聞きしたことあるんですけど、うん、そのリップスライムっていうのを始めて、うん、最初にバンと売れた時の大きい買い物何にしたのかお聞きしたくて、買い物ダミューズ超えたね、うまいよねー向こう側が見えてる、今俺らが言われてる、俺こっちでいいんですよ、ビム君のチャンネル来たって、本当にそういう感じになった乗っ取り大作戦、うまいな、長いよ、また売れてる、やりにくい、売れるわけが、うん、分かる、いやだから俺も帰りにしぴょんぴょんハッピーなすの、なるほどハッピーなすね、やっぱね、でもあれかな、車かな、車なんですか、俺一番あでっかくない、それはやっと車買えるようになって買ったのは16万円のサーブ、サーブ、だからドカンって入ってあと買ったやつは、いやそれもドカンと入ったけど車買うっていう感覚がないから自分で、あそう、だからドカンと入ったけどサーブ結構乗ってたよ、エアコンも壊れるし、うん、ある時その頃ちょっと初デートしようっていう女子と原宿で待ち合わせだったんだけど、うん、真冬、うんうんうん、なんかこうちょっと迎えに行ってこれからデートって時に何にも触ってないのに片側のカーッウィンドウを開いて一生戻んなかったの16万円もう全然効かなくて16万円ですねオートなんだけど、ほんでそれを直して、うん、今度締まりっぱになったの一生で今度それを青山ぐらいで乗ってる時に二号さんの車来たの、うんうんうん、ね、二号さん来て二号さんの車が後ろ開いてファレルが乗ってたの、うん、うわファレルだと思ったんだけど、うん、窓開かないから窓開かないからちょっと降りてあこういう風な感じで閉めたっていう、うん、それサーブ16それサーブでも別れ際は寂しかったね、そんなこともあったり、あまあね、その思い出が詰まってるから、 そこのタイムラグがあるからな、一回こう入ってくるドローンってこう世間的に認知がある程度されててもお金は後からだから入ってくる、だって M ステ出た後だって銭湯行ってた、銭湯行ってたもんね、うんうん、M ステ生放送終わって9時ジャストに終わるじゃん、俺9時半にもその近くの線でいたわ、そしたらバンドの演習が兄ちゃん出てたデスタンス今中でじゃあ見てた見てた、ほらね、いよいよビームチャンネルですね、ビームチャンネルさすがだよ、ビームチャンネル、これでもう増やしていきましょうかな、これはもう何かというふみやさんはでかいか、なんだろう、機材とかじゃないですか、同じサンプラを2台とかちょうどその時ハルカリやってたりしてたから移動にも全部サンプラ持ってって、あそうだ、ホテルで曲作るの、音楽とかお好きなんですか、結構あそうなんですか、俺も結構9歩音符今日もスキップ出るかな今日もリップで開催したオークションがあって、あ個人であ知らないです、あ違う個人で買った、個人個人でライブやったんだよ、そうソロライブ、ソロライブっていうのを同時にやったの、え5人同時に5カ所でやって、同じ日にえそれをやって、でみんながソロだから別に音楽じゃなくてもいいよって言って、うん、俺ファッションショーやった、ええーうん、でなんだろう、あと理由って何、俺なんか加藤君と誰か全然知らない地元の先輩と対談地元の先輩誰も顔も名前も知らない地元の先輩対談で放送室みたいな、そうそうね、まあね、で俺はその DJ とオークションつけて、あそれで NPC 誰買ったの、今使ってるんですかね、使って、ただそのあのなんだっけ、このボタンにパッドにうんこ、なんかなんでうんこ書いたのか、1個ずつ全部うんこ書いて開けたんだよなんでそんなことしたんだろう、いやだからそれはヒップホップ的にシットを作るってことで、ね、ちょっと病んでたのかもしれない、ああ超病んでた、あその時そのぐらいの時期、一番2002年とかね、そのぐらいの一番多忙な時期はなんか会社でそういつも打ち合わせするのもなんだからっつって、あの会社のスタッフがすごくいいホテルを取ってここで今日会議しようっつって、さっき
ガンガン飲みながらめちゃめちゃ飲む。そのホワイトボードにずっとうんこがいた。そこでもそう、6月何日でね、この時期シングル出さなきゃいけない。ファーストシングルうんこずっとこうやってやってんのこの後セカンドシングルね、そっからアルバムだから。でセカンドシングルタイトルどうする？うんこうんこハマり、うんこハマり時期だった。うんこの時期だった、時期だった。酔っ払うとそうなんだね。そうすごい。でも最初ビムとは真夏の王で、うん、あそうだね、あって LINE を交換してもらって、その場で俺がやっぱそこでもすごいそこ出た。そうですね、したらすぐビムが、うん、そのあと何年間もずっと会話してないじゃあ俺が開いた時におしかも酔ってたからいけたやつなんで、あれです。あーなるほどね、酔ってたからすぐにその反応が、で一回やってるってことですよ、もうそう、そのセッションは、うん、ビム君はない、ちなみにちょっとお金入ってた、お金入ってたっていう。アルバム出して、うん、ウーハーを積みました車に。あああった。うん、やっぱミュージシャンね、ちゃんとね。そうね、うん、音楽にかけるっていう。それこそでも車はもうほんと最初に買った三十何万のやつをずっと乗ってるんですけど、そこにこう課金した。俺より上だね、俺16万ですから。24万、あ、そうさすが売れっ子のさ、ね、今のときめくラッパーなんだけど、これに乗ってんだっていう車に乗ってるんだよ、うん、独特な趣味というか。あれでもなんかそういうこだわりがあるんじゃない。ほら、坊主くんがさ、結構80年代の車好きじゃん。ね、うん、そう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 。坊主さんにでも一回、坊主さんと曲を作らせていただくときに、うん、その坊主さんのご自宅の近くでミーティングするってなった時、うん、駐車場、ダッセって言われましたね。そこは厳しかったですね。手厳しいね。ダッセって。あ、でもそれは褒め言葉だね、逆にね。そうね。うん、そう本当に出さなかったら、出さなかったら言えない。そう言えないのよ。ファレルは俺のことダサいと思ったと思う。いや、もうまだ分からないんだ。目が物語ってて、うんうん、誰だかも分かんない。切ない顔してたもん基本切ないのよ。そうそう、もっと切なくなった。まだ分かねえんだってね。切ないよな。りょうじくんの初めて買ったの聞いた。何？俺の？俺はだから忘れ、単純うまいものを食べた。うまい酒、うまい飯にすぐ行った。何にも機材も変わってないし、俺車持ってないし、まだ、うん、この贅沢昔からだな。そうだね、金なくてもやってた。あとあれね、あれじゃないですか、出せないけど、お風呂をもう、お風呂は、ああそういうね、いかお風呂、お風呂家じゃ浴びずに、ああそういう、ね、そういう風呂ね、特殊なね、特殊な濡れ方してたのね、やりました、それで浴びてたみたいな、特殊な、起きたらまずそこに行っちゃうお風呂代わりにしてた、流してこれ、そこにさあったあった、俺は。以前お聞きしたときにそれで聞いてたのに違うの出てきたから、あそうそう、これやっぱ俺入ってるな、ね、いや、いや俺普通に考えてて酔っ払ってるとそれが出てくると思う。ヒップホップじゃん、ある意味。いや、すげえ、いや、これは結構伝説の、ね、もう一杯飲みますか。あ、すいません、もうじゃあ改めまして、よろしくお願いします。乾杯。2杯目ハイボールで、もう久しぶりにね、硬いでしょ、うん、さすが海鮮のこの後リハーサル楽しみだ。これリハーサルリハーサルです。あ、そう、まあ、それはそれです。いや、もう最高、もう飲みながら。何人ぐらいでリハやるんですか今日は。DJ が2人いるんで、3人でやります。3人、はい、何人ぐらいいるのサミットですか、うん、なんか集合写真すごいよね。そう、ブワーいう30人とか、もうちょっとか。なんかその横のつながりとか逆にない。一応、うん、そのこことここが飲んでて、こことこことか飲んでてみたいな、こう相関図は、あ、なるほど、ね、一応なんか全然クルー別でつながっても、うん、同い年のラッパーとかと飲み行ったりよくします。うん、JP ザウェイビーとか、ああ JP 君ね、キットフジシノ、いや俺 KZM とかは同い年で、キットフジシノ君すごい好きなんだよな、なかなかね。そう、あのビブのライブとかいると楽屋のあの辺にはいるんだけど、きっと嬉しいなって話しかけられない、俺が言う好きすぎるとね、あ、今スキンヘッドなんだいや、好きすぎると好きすぎるとちょっと意識しちゃう昔、ロッキンジャパンでさ、
人がいてさ、うん、なんか知り合いが連れてきてて、うん、好きすぎるのか分かんない、すんごい距離がものすごい取っちゃう、逆に感じ悪いよね、感じ悪いじゃん、うん、なんか私嫌われてんのかなと思っちゃう、うん、俺本当に女ってどこが下手だった全くダメ、このくらいインタビュー上手くない、そうなんだね、スッと来るもん、そうビブクは俺ちょっと聞きたいことさっき言ったんですけど、リップのトラックで、うん、ラップするんだったら何の曲かって聞いてみたい、うん、昔、うん、真夏の王出てくれた時に、うん、白日のトラックでやってくれたの、あそうですね、ホテルバラシーズだ、そうだった、あれインディーズのじゃん、うん、もうちょメジャー出た以降で、うん、これでちょっとやってみたいなっつの、あでこの間 TMC オールスターズでやってたのね、フミヤのトラックで、うん、これっつの何か知りたいな、うん、ゆっくり今マジで自分の作品に入れたいとなったら、うん、ギャラクシーおお意外意外、今なんかもう現行で普通に、うんうん、今出てもっていうことで考えるといっぱいあるんですけど、あのぐらいのスピードで、そうですね、ちょっとディスコ、お待ちしております。いやでも本当に、うん、そうフミヤのトラックすごいいいから、いそうです、ね、なんか今のところはさ、俺とイル君でほぼほぼ独占状態なわけじゃん、まあそこにフューチャリングの友達だったりゲストでいろいろやってもらったりとかってするけどさ、なんかその俺たちがもう乗っけたトラックなんだけど、あのぜひなんかこのトラックだったら、まあ、発表されてないフミヤのトラックでビムのラップも聴いてみたいから、うん、そういうのね、うん、ある聞きましたか皆さん、うん、聞きたいです聞きたいです、この間チコカリートくんねやってたじゃん、うん、それはあのセックスフォーバースみたいな、ね、あそうだそうだ、うん、あのそうそう D さんのそうああいう感じでやっぱフミヤのトラックに違う人が乗ってるのまた新鮮でさ、ね、すげえいいなって思うんだよね、うん、聞いてみたいです、お願いします、ね、お邪魔そうそう聞きたいです、あのトラックあとチコカリート君がやってるあのとこ俺もラップしてんだけどね、もうね、あそうなの、いやだけどそのラップはもう全然出て世に出ないっていう、えあれ乗ってないよ、デモテープやってるよ、あれやってるっけ、やってるよ、お前がそれでラガマフィンっぽくやってくれって言うから、ラガマフィンっぽくやったらラガマフィンすぎますねそしたら絶妙なラガマフィンぐらいでチコカリト君がやってたから確かにまあこの感じだったかって思ったっていう、あいいなみたいな、じゃあそれちょっと YouTube の方にアップして、あ俺が、うん、俺のやつ、うん、すげえ嫌だよ、この後チコカリート君がチコカリート君見てからこっち来てくれる、いやすげえ嫌だ、これ YouTube ならではの楽しみ方で、ね、まあそうね、でもまあちょっと恥ずかしい、そうなってくると、いや全部、まあ、もう改良するよ、やるなら絶対改良、うん、改良するの、改良するよそれは当たり前の、いやもう改良してそのまま出しちゃう、やだよやめてくれ、フミヤがもうパッと起こして SNS に上げちゃう、やめろやめろ、勝手なことすんの、イエーイ慌てこれは終わりました。2杯目。リップの曲の中でこう好きなフレーズっていうか、リリックとかさ、うわあったりするのかな。うん、あそっちを聞いてくるのね逆に。なるほどね。トラックの方じゃないんだ。トラックはもうそれはビムチャンネル。うわお前が言った時の。好きなサビとかでもいいかもね。サビでもいいし、うん、誰かのまあサビとかここフレーズとか。フレーズ。俺はね、好きなフレーズはね、うん、スーさんのなんかリリックでね、うん、あの肩に鳥を乗せて飛び立とうっていうね、どういうことだろう、どういうことこういうこと、なんかあるじゃない乗るとか乗るとかいろいろあるじゃないですか、わざわざ飛べるものを肩に乗っけて自分が飛ぶっていうならば感慨深いなっていうのは、厳しそうですね、なるほど、あいいなってこういう、そうね、そういうことだよね、うん、あとみんなが言う俺のでいいっていうのはあの無論で論外、無論で論外はもう何って思ったもん、うん、もうレコーディングから俺の中ではやっぱ肩に乗せて飛び立とう小鳥だったかな、なんか鳥をとにかく乗せて飛び立とうっていう、飼い主はあくまでも海や、俺らは泳いで魚を捕まえて主人に届ける。何を届けてくれてる魚なんだ。いらないよ。ライブチェック。